はい、どうも、僕です。ということで、今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで、今回のデッキは、氷の中からニスゼルフということで、ニスゼルファと氷塊デッキのコンボデッキとなっております。ということで、こちらのデッキのキーカード1枚目は、なんと言ってもこいつでしょう。ニスゼルファということで、まあ、こちらのカードね、邪神の子を2体出すと、あとは HP と攻撃が1増えてくれたおかげで、耐久力が非常に上がったんですが、ニスゼルファが生存しているのが一番最高の状態なんですが、もしやられてしまっても邪神の子という遺産を残してくれますので、まあどちらかが活躍してくれたら最高かなと思っております。ということで、続いてのキーカードはアイスゴーレムということで、こちら意外だったでしょうが、なぜこいつがキーカードかと言いますと、氷塊を2つ出してくれるんですよね。これが何が強いかと言いますと、氷塊を2つ出すことによって相手の盤面を埋め尽くすと、ということでユニットをめちゃめちゃ出しにくい状況にすることによって、ニズゼファの生存能力を上げていこうという、そういった意図のカードとなっております。ということで、ラストのキーカードは天空の花嫁フローラということで、なぜこちらのカードがキーカードというか、なぜダブルヒーローなのかと言いますと、こちらのカードレベル2の効果に相手の特技ダメージを受けないという効果がありまして、こちらをニズゼファに使うことによって生存能力をさらに上げていこうという、そういったカードとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう。先行、そしてカードはヒャドの極意。これは、まあ、ありかな。うん。特技カードなんで、まあ、ありっちゃありなんだけど、ただ、2コスくらいのが欲しい。ありがとうございます。ありがとう、音声認識。とりあえずテンションアップでエンド。まあ、ただ、相手ククールなんで、多分このターンはあんま出してこないと思うんで、一旦テンションアップしたんですが、大丈夫だと思う。どうだ？多分テンションとかだと思うんだけど、オッケーオッケー、そう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 、ありがとう、音声認識パート2ということで、ここでテンションタバス使おう。ちょっと早いね、君。うん。ちょっと早いね。もうちょい遅くていい。ということで、テンションタバス使ってエンド。当てはんにさせてもらいます。ということでね、3ターン目、ここで、デボラか。ちょっと待って、これは、話変わってくんな。これ、ユニット出さないよね。ってことは。なんか来い。アイスフォースとか、アイスフォース来ていきます。そういうことなんですよね、結局。音声認識パート3ありがとうございますということで、さあここでシルバリウスあんまいらない。はあ、さあはあしていってテンションアップで一旦エンド。いいよ、めちゃめちゃいい、運がよろしいことで、しかも今アイスフォースを使ったことによってヒャドの極意も速攻使うことができるということで、めちゃめちゃ良い、めちゃめちゃ良いです。これさあプテラノドン、まあ言ってもね、まあヒャドの極意使うとは、使えるとは言ったけど、まあでもグレン使いたいんで、一旦これは無視でいいかな。うん。あと相手回復してくる。ああ、回復あんのか。だったらこれ氷塊と結構相性いいな。うん。ああ、でも氷塊、ああ、回復あんだったら、あえてそうだな。まあ、どっちがいいかな。グレン氷塊、あると考えたらフェイスに当てて回復させるっていう手もあるんだけど、高等テクニック、さすがに危ないかそれは。うん、やめとく。いやでも、うわ悩むな。ありっちゃありなんだよな、その戦い方。いやでも一旦グレンでいくか。うん、でシャドウの極意使ってテンションアップしてエンド。いやー、やりたかったな。フェイスにやる勇気僕にはなかった。やるべきだったのかな。さあヒャド来る。どうせヒャドとかあるからさ、そんなにね、1回分くらい使っちゃっていい気もしたんだけど、さすがにできなかった僕には。さあテンションアップしていく。でエンドと。 OK。 さあ氷塊があるんで多分回復はしてこないと思うんだけど、まあもうしょうがない、もうそれはしょうがない。さあ山頂、こいつはまあ普通に除去っちゃっていいかな。スラフォースと、スラフォースじゃない、スラストライクとヒャドで。さあプチプリースト、こいつも普通に取れると。いいね。さあヒャド強いね、やっぱりそう見ると。そう見ると非常に強いカードということで、アイスコンドルありがたい。まずはヒャド使います。ヒャドでスラストライク使う。いけー。でとりあえず取った。スライム来る。でカード引く。でなんだ、コビまだ引かせようと、まだ引かせようと、そういうことか。さあ、マヒャデドス、微妙すぎる。さあ、ヒャド使って取る。で、明治モモンチャ。まあ、テンション上げたい気持ちもあるんだよな、でも。どっちがいいかな。
悩むな。アイスコンドルはでも違うよな、まだ。って考えると、一旦、明治ももんじゃスライムかな。で、エンド。まあ、ここ悩んだ理由としては、まあ、アイスコンドル使えっていう話ではあるんだけど、ただアイスコンドルね、ニズゼルファを使う前の前のターンに出せば、あれなんだよね、相手の行動を封じれるんで、そう、やっぱり氷塊を一気に出したいっていう気持ちがあるんで、ちょっとね、絞っちゃったじゃない、渋っちゃったわ。さあ、ベホイミスライム。まあ、これはシャドウがある、あ、でもそっか、氷塊出さないといけないのか。さあ、ダークペルシャ。そしてコイン。まあ、ここ特技来なかったらフローラ使うか。グズなやつは嫌いよ。さあ、これ回復してくるかな、もしかして。いや、回復しないでほしいな。回復するんですよね、さすがに。さすがにするんですよね。そうだな、なんか、いい感じのカード。いい感じではあるんですが、いや、ここはフローラ使うか、一旦。で、回復して、まあ、回復 してはいないんだけど、カード引いて、リーズレット。いや、ここアイスコンドじゃ使っていっか。アイスコンド使って、テンション上げて、で、シャドどっちがいいかな。ダークペルシャもめんどくさいけど、ベホイミスライムの方がまあ、ベホイミかな。で、エンド。まあ、ただ、ダークペルシャコイン使っちゃうと、ここ取られちゃうのが嫌なんだけど、コイン持ってたっけ？多分持ってないと思うんで、ベホイミスライムのコイン今使ったから、まあ、多分大丈夫。ショートボーは知らん。それは知らん。そのね、動きは僕はもう知りません。僕は知りませんだよ。それはさすがにさ、小瓶使っていく、それは全然 OK。 でもコインククールでショート棒を入れる、わからんな。無限の弓入ってると思うんで、そう考えてあんまり相性よろしくはなさそうだけど、入れてるんだね。さあ、そして 3点ダメージ、カミカミだな今日。はい、回復でも多分そこまでは使ってくれないと思うんで、アイスフォースありがたい。一旦回復がてらカードを引く。飛んでけー。さあ、そしてここでポンポコだ抜きはありがたい。一旦小瓶使う。で、サービスしちゃう。総量値悪くない。まあ、とりあえずグレンで取るでしょ。で、まあ、アイスフォース使ったら、今使ったら溶けちゃうか。今使ったら溶けちゃうけど、一旦使っていっか。カード引きたいんで、使って、で、ポンポコだ抜き。まあ、一応見るか。マヒアド OK、いいよ。で、ポンポコ使って、エンド。で、9ターン目にアイスゴーレム使って、だから次のターンに氷塊来てくれたら一番ありがたいな。でも、アイスコンド使っちゃったっけ、今。3体。あ、3体じゃない、2体。使ってたらまあ使えないんだけど、アイスフォースは2回使ったよね。だから、いやー、そうだね、だから来てくれないかな。アイスゴーレムが来てくれたら最高。4マス封じれるんでだいぶでかいと思う。で、あとリーズレットもいるから、まあ、とりあえず次のターンめっちゃでかいユニット出してくれたら一番最高。そしたらリーズレットでワンパンできるんで、そこが一番最高な動きなんだけど、黄金ヘイト、まあ、これは逆にね、マヒアドできるんで、オッケーマヒアド、グーグルならぬ、オッケーマヒアドといきましょうか。あ、待って、総流値あんのか、総流値使う、待てよ、いろいろ考えが巡ってんな、今。テンションをあと1回上げれば5体出せるから、でもアイスゴーレムいること考えると別にそこまで上げる必要性もないと。でも一旦リーズレットは使うの必須だよな、さすがに。10ターン目に、そうだね、欲しいから、リーズレットは使う。で、ここぶつかって、私の腕の中で永遠に凍りなさい。永遠に凍りなさい。で、ポンポコだぬきを出す感じかな。雪だるま作ろう、自転車に乗ろう、これでとりあえずはいっかな。で、次のターンポンポコぶつかってテンション上げてグレン使って、で、アイスゴーレム出して、
ていう流れでいこう。 OKOKOK いいよいいよ、できた。僕の中での、完成形ができました。これで、はい、で相手が何出してくるか分かんないけど、とりあえずは、グレンとかでなんとか処理しておいて、でアイスゴーレム出して、で最終的にニズゼルファを出すと、10ターン目に。で10ターン目は、おお、ザキはまあでも逆に考えろ、逆に考えろってなっちゃったけど、逆に考えろ、5コスト使ったから結構相手きついはずだぞそれは。うん、で残りの3、グレムリンかーい。それは予想外すぎた。グレムリンか。あーでもそれはいいよ、僕的にはめちゃめちゃあり。さあ今んとこなんかすごい動かない戦いだけど動かない戦いだけど、ここで一気に進みます。さあ運が良いとはまさにこのこと。さあここで3点ダメージ与えて、あでも待てよ、まあまあ使うけど、これ逆に考えちゃうとさ、ニズゼルファ的に考えると邪魔じゃねアイスゴーレムたち。まあまあいっかいっか、何にせよよ。あでもここ1個開くからいっか。うん、だからアイスゴーレム出す、アイスゴーレム出す、でシルバリヌス出す。すごい邪魔、クソ邪魔なやつが出てきちゃったけど、部外者がすごい。まあ、とりあえずこれでエンドかな。あー待てよ、今何コス、ゼロコスかな、もしかしてシルバリヌスだったら。これ贈り物使ってエンド。オッケー、氷塊まみれ、これが見たかった、氷塊まみれの図で。ここにユニット1体出せるんで、ここに出てきたユニットにアイスゴーレム突っ込ませる。これでとりあえず邪魔な2体は倒してもらって、でシルバリヌスとニズゼルファが残る。これが一番最高の盤面。まあユニットとして普通にね除去ってくれてもいいけど、シルバリヌス自体はもう倒すことできないんで、 OK、 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 いい、いい、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、ありがとう、除去ってくれてありがとう。で OK、 いい、いい、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、いいよ、かっけー、かっこいいよ。あーそうだな、でもどっちがいいんだろう、除去るべきか、除去る、ウィングタイガーを除去った方がいいのかな。これ除去れば、うわちょっと悩むな、アイスゴーレムに死んでもらうか、シルバリヌスでこいつを除去るか、こういくか、こっち壊してやられてもらうっていう、この2択に今悩んでるんですけど、ニズゼルファ的には邪神の子を出すためにはこいつ邪魔なんだけど、ニズゼルファの生存率を高めるんだったらウィングタイガーには死んでもらった方がいいんすよ。いやこれは倒すか。うん、あでも待てよ、そもそもこいつがいるからやられないという考え方もある。あーいや、いくいくいく、これいきます。はい、だってどうせこいつ生きてたら邪神の子一体やられちゃうから。でこれでニスゼルファ出します。 OK いきます。何言ってるか分かんない。そしてここで贈り物を使う、そしてエンディングと。きた、完全に来た、一番やりたかった。そう、この氷埋め尽くすことによって相手がユニット出せないというこの状況を僕は作りたかった。多分ね、相手カード的には全然ユニット出すことはできたと思うんだけど、まあユニット出せないから、まああれだよね、だからさっきのなんだっけ、ニードルダッシュか、あれ使わざるを得なくなったと。いやいいね、素晴らしいよ、素晴らしい。しかもこちらマヒアデロスもあるんで、まあ何出してきても大丈夫だし、邪神の子がいれば3点ダメージもいくんで、いいよ、セルフ裁きを彼らにもやってくれるよ、ニズゼルファがいいよ、来てます完全に。しかもこの強すぎるスタッツ取ることができるのか、しかも相手今あれだからね、あーなんでだよ、なんでこんなことすんだよ、おかしいじゃねえかよ、あなんでそんなことすんだよ、やめてくれよ、なんだよ、まだもう一番あんのかよ、リアルに泣いてるぞ。いや
ないと信じよう。ミラクルソード、オッケー、ない、よくはないけど、よくはないけどなかった。つまり邪神の子は生きている。いやもう最悪、邪神の子生きていればいいかね。こっちとら、これは総流打ちで取る、テンション上げる、明治ももんじゃ出す、2点、オッケー、邪神の子さえ生きていればもう正直いいわ。うん、相手残り3枚、まあ4枚になるけど、だいぶ使わせたんで、悪くない、いいよ、ニズゼルファの遺産たちがだいぶ活躍してる。この状況だと多分相手除去能力はないんだよな。で、明治ももんじゃじゃなくて、なんだっけ、明治ジャガー明治じゃなくて、なんだっけさっきのやつ、はい、小魚、なんだっけさっきの名前忘れちゃった。さっきのなんだっけ、ダークペルシャか、こいつがもう2回使ったんでいないと。ということはつまりこいつらを全熟することはできないと。さあセーラフィー、まあ多分これはアイスゴーレムだよね。うん、まあ全然いいよ、これマヒャデドスもしくはマヒャドで取れるんで、いいよいいよ。おお、もう余裕のよっちゃんよ。さあコイン使っていくが回復ができない。さあ素晴らしいよ、素晴らしいよ、これはもう、いやー、ニズゼーファのおかげでね、君の子たちは元気にやっています。安心してください、天国で見守っていてお父さん、天国で見守っていてお父さんって3匹が言っている。素晴らしい親子愛。さあ行きます、ここでマヒャデドスで全員一掃、そしてテンションアップ、そしてサーチすることのできなかった魔王の卵を出すで行きます。2点、邪神の子による攻撃です。素晴らしいよ、嬉しいよ、僕は邪神の子たちがここまで活躍しているのが。さあ行こうか、リアルに泣きかけたもん、もう1時間2時間ずっと。オッケー、対戦ありがとうございました、ありがとうニズゼルファ、君のおかげでやっていきました。